6月17日、京都で今井先生が講演会を行います。講演会後、矢沢と今井先生で皆さんの受験相談に乗りますので、ふるってご参加いただくようお願いします。夏季特別講習、詳細は右上のリンクをクリック。もう終わりましたよ、うん、って実質バーンって入っていく感じ、うん、ああメリハリついてていいなと。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの中桐です。マナビズムの今井です。こんにちは。こんにちは。はい、最初の質問です。はい、夏休みまでに苦手を克服するようにといろいろなところで聞きますが、部活や学校行事が多く追いついていません、うん、上手な時間の使い方を教えていただきたいです。また先生方は学校行事に参加されていましたか、うん、という質問ですね。はい、なるほど、まあ、あるあるな悩みやと思いますけどね、うん、まあ、ちょっと厳しい返しになってしまうかもしれないですけど、うん、上手な時間の使い方って言っても、まあ1日は誰しも24時間なんで、うん、部活やってるとか学校行事に参加してるとかであれば、まあ、それは絶対自分がどこかで取り返さないといけないかなっていうふうに僕は思います。で、うん、実際僕も部活とかやってましたし、あとまあ学校行事、体育祭とか文化祭とかにも力入れてましたし、まあ、バンドもやってたんで、うんうん、ただその代わり、まあ、そっちでちょっとその受験勉強を忘れて遊んでる時間が増えてるんだったら、やっぱその家に帰った後夜遅くになってもまあ宿題をするとか自分で決めた課題こなすとかはしないといけないかなというふうに思って夜遅くまでやったりとかはしてたので、夜遅くまでやることがいいとかってそういう話ではないんですけど、自分が勉強に割くべき時間を使えてないなと思うんだったら、やっぱそれは有限の時間の中でうまくやりくりするにはどこかで帳尻を合わせるとか、そういうふうにしないといけないかなと僕は思いますね。どう思いますかこれに関して。まあそもそも俺は部活が厳しかったから、うん、その学校行事に、まあ、体育祭とかはいわゆるなんか団みたいなのが多分あると思うんだけど、はいはい、そういうの入られへんかったりとか、やからその分部活ずっとあったんやけど、うん、やっぱりその毎年塾見てても、あ、切り替えて頑張れてるんやろうなって思う子は、例えばまあ何時でもいいんやけど4時半とか5時ぐらいに体育祭の練習が終わったとするやん、うん、ほんでまあ青春なんやけど気持ちはわかるんやけど、やっぱちょっとこうだべってまうというか、こうグダグダする時間あるやん、やっぱああいうのを全部もうなしにして、終わったらもうすぐ着替えてチャリ乗ってバー塾来て、おめっちゃ早いやん、体育祭の練習はもう終わりましたよって言って実質バーンって入っていく感じ、あーメリハリついてていいなと思う。やっぱこう周りに流されてへんから、やっぱりこう別に楽しむなとか体育祭やるなとかは全然言わへんやん俺らも、全然楽しんでくれたらいいんやけど、さっきも中桐先生が言ってたみたいに、どれだけメリハリつけれるかやと思うし、結局時間作ろうと思っても何かしら計画通りにいかへん障害みたいなものが絶対なんぼでも出てくるやんか、だから時間作ろうというよりかは、もう今勉強してない時間、何もこう勉強以外の時間をどれだけへつって削れるかっていう風なところがキーになってくると思うから、でその中で限られた時間の中で現実的にこう達成可能な計画を設定する。でその時にすごく大事にしてほしいのは、英語は絶対に削らないこと、はい、どれだけ現代文とか古文が苦手でも英語は絶対に削ったらか、現代文とか古文とかっていうのは知識さえある程度暗記項目が入ってれば、まあ問題の解き方とか大学の癖とかっていうところで、最後になんとかちょっとまあこう付け焼き場って言ったら言い方悪いけど、そういうのでまあポンと後押しできるやんか。やけど英語とか特に社会とか数学とかもそうやけど、ラスト一押しでどうにもやっぱならへんもの、うん、っていうのが絶対的にやっぱり存在するから、そういうところは絶対に削ったらあかん。やから文系社会の子やったら英語と社会は削らないように、できるだけ現代文とか古文とかで調整する、文系数学選択してたら同じくです、でっていう風なことを意識しながらやってもらえたらいいんじゃないかなっていう風に思うかな。そうですね、うん、やっぱりこの夏休みまでにっていう風なことを言ってくれてるし、まあもう今ちょうど6月半ばやから、まあほぼ1ヶ月後ぐらい夏休みスタートやと思うんやけど、こう夏にまあどれだけ気張れるかやと思うから、そうですね、間違いないそれは。その例えば部活とかやってたらさ、やっぱりこう特に野球部の子とかやったら、もう夏ギリギリまで大会がずっとあるわけやんか、ほんでまあ甲子園目指して頑張ってほしいんやけど、やっぱり焦ってると思うねんな、うん、やからその分変にこう現代文もやらない子もやらないでパニックってしまう子もいてると思うから、そういう風な子のためにというか、部活とか学校行事で思うように今の段階で勉強できない、期末テストが6月末に4月頭に来てなかなか勉強できない、夏で取り返したいっていうこのためにというか、マナビズムでやってる夏季講習が内部生向けだけじゃなくて外部生に向けても販売をさせてもらってます、はい、なのでその辺も、まあ、みんなの危機感やと思うから、やばいなちょっと興味あるなと思ったらぜひ
ひお問い合わせしてもらったら概要は説明させてもらうし、今この動画6月15日やけど今日までに申し込んでくれたら講習費が 10% オフの特典もついてますんで、うん、あまだ申し込んでへん、そんなあるの初めて知ったわっていう子はぜひぜひ申し込んでもらえたら何もでも救えるところもあるんじゃないかなと思いますので、はい、どんどん、はい、お問い合わせしていただければなと思います、はい、よろしくお願いします、はいはい、それではこの動画はここまでしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので必ず登録しておくようにお願いします。